そう、裏垢があるあるんですよ。びっくりして、なんかね、見てます、見てます。なんか、そう、ただフォロワーがどういうツイートしてるんですか。ツイート言っていいのかな、裏垢の。裏垢だから、裏垢のツイート、シナモンのでも裏垢のツイートはなんだろう、なんかもうちょっとなんだろう、なんかそのバーに行ったけど、なんか女の子が連絡先教えてくれなかったからもう行かないとか、そういうツイートでした。暴露しちゃったけど、ねえねえ、そんな感じだったよね。ちょっとびっくりしました。いいのかなみたいな。でも7万くらいフォロワーいて、すごいなと思ってね、ちょっとややこしい感じですけどね、ちょっと見てます。シナモン、マイメロあるのかな。マイメロもあって、あ、で、あのアニメだとクロミちゃんがマイメロちゃんに対抗意識湧いてるけど、マイメロちゃんとクロミちゃんバチバチで、なんかブロックし合ってるみたいな。それはフォロワーどれくらいなの。フォロワーはちょっと見てない。見てない、見てない。でもすごいよね、それでね、公式で、公式の裏アカウントらしくって、もうびっくりしました。もうど、ええー、みたいな。もうね、じゃあその、あ、さえちゃん、さえちゃん、シンガーソングライターになろうと思ったきっかけを教えてください。きっかけは、私、畑元博さんが好きで、畑さんの音楽を、畑さんの音楽で初めてギターの音を知って、あとそれまであんま音楽が好きじゃなかったんですけど、急に音楽にの世界に引きずり込まれて、あ、かっこいいと思って始めました。すごいいい声ですよね、あの人も。うん、もう、さえちゃんも、さえちゃんもめっちゃいい声なんで、すごい今日初めてなんですけど、すごい楽しみにしてます。ありがとうございます。じゃあ、けだまちゃん、けだまちゃん、お願いします。じゃあ、同じくシンガーソングライターになろうと思ったきっかけを。はい、私は中3の時に受験勉強をしながら聴いてた歌たちに影響されて、あの、大森聖子さんもさゆりさんもその頃知って、あ、みんなギター一本で弾き語りしてるから私もやってみようと思ってやってみました。なんか影響やっぱされますよね。かっこいいみたいな、一本で歌ってるのかっこいいって私も思って、結構影響されます。けだまちゃんの曲結構聴いてるんですけど、あの、ここでここでね、結構聴いたりとかしてるんですけど、なんかレコ発前回してて、はい、CD も今日売ってるですよね。宣伝してくださってる。あ、違う、いや、もう気になって、なんかそのジャケ写もすごい独特で、あれどこで撮ったんだろうと思って。あ、東京駅のど真ん中で。すごい、東京駅のど真ん中でアーシャ撮っ、かっこいい、ますますかっこいい。いやいや、いくらでしたっけ。いくら、1000円なんです。1000円なんですけど、5曲ぐらい、 4曲。ちなみに私はあのCD 売らせていただいてるんですけど、1曲で1000円なので、ちょっとあの、よかったらね、でもあの、まあ、フライヤーだけでも、あの、いただいてもらえると嬉しいです。私は、シンガーソングライターになろうと思った理由は、そうですね、大学のね、教育実習の時に音楽の力で、あの、福祉の施設に行った時にね、音楽の力でリハビリを頑張ろうっていう、あの、利用者さんがいたので、それで音楽を極めようと思いました。まだまだですけどね、お願いします。はい、ちょっと業務連絡でお願いしたいんですけども、ちょっと Wi-Fi をね、ちょっと重くなってきちゃいまして、もしあのお客さんの中で Wi-Fi を接続していらっしゃる方がいましたら、ちょっと一旦解除していただけたらありがたいです。もう Wi-Fi、はい、そうですね、ちょっと、ね、いけるかな、4階だから。はい、じゃあここら辺で見どころのコーナー行きましょうか。見どころじゃあちょっと待ってくださいね。こっちのちょっと調子なのかな。ちょっと待ってくださいね。見どころはい、あ、ちょっと失礼します。じゃあですね、今日の見どころのコーナーはこれからいきましょうかね。出演順にちょっと紹介していきますので、ちょっとお待ちくださいね。は
はい、この後トークの後すぐですね、出演時間になります。ピノさん、はい、あ、見どころはと初めて作った自分のオリジナルの曲をやるのと、あとその憧れの人をギターを始めるきっかけになった曲をやるので聴いてもらえると嬉しいです。お願いします。はい15分間のショートアクトですね。はい、その次ですね、またショートアクトのミュさん、はい、見どころは私は全部カバーなんですけど、最後にやる曲が私がすごく心の中に響いたというかすごい好きな曲で、あのいわゆる闇期ってあるじゃないですか、闇期みたいな時に聴いてた曲で、大森聖子さんと新生活マッティちゃんのノコさんが歌ってる曲なんですけど、すごく好きなのですごく楽しみにしててください。お願いします。はい、よろしくお願いします。その後はですね、メインアクト30分ステージ、14時15分からケチャコさんのステージです。はい、どうぞ。はい、多分今日ここで歌うのは2回目なんですけど、何言おうとしたっけ。あ、そう、あの新曲を歌いますが、あ、ここ何、あ、新曲を歌うのが2回目だよ。あ、だ何言おうとしたか忘れちゃったよそう、2回目だから楽しみだね。そうですね、楽しみです。あ、なるほど。大丈夫？あ、はい、はい、すいません。そして次がですね、その次は毛玉さんですね。14時50分からえ、あ、見どころ、そうですね、オリジナルを3曲やるます、の中の2曲は CD の中に入っている曲で、1曲は割と新しい曲です。あとはカバーを3つやります。盛りだくさんでギュッてやろうかなって思ってます。お願いします。はい、その次はさやさんです。はい、私も今日新曲をやります。うんうんはい新曲やります、よろしくお願いします。はい、さやさんが15時25分からですね、30分か。そして本日の鳥、16時から桜若さんです。こんにちは、桜若です。みんな初めましてなんですけど、多分あのここもね、今日あの初めましてなんですけど、ここのね先も初めましてなんですけども、今日は、そうですね、新曲も歌います、オリジナル曲も歌います、カバーも歌います、よろしくお願いします。はい、ということでですね、この後すぐ、まずはピノさんのステージから始まります。では最後に、ちょっとね、今日ネットで見てる人はちょっと途中から繋がらなくなってしまったんですけれども、会場で見てる人はね、最後までゆっくり見れたと思います。さあ、コメント入ってるコメント、だけ読み上げておきましょうか。ヒールの差とかね、こだわりのギター、そうそう、名前間違えた。あと、星野楓さん、こんにちは。そうですね、いろんなコメントが入ってますね。はい、ということで最後に呪文を皆さんでね唱えていただいて最後締めたいと思います。